この記事は。やったぜ。はい、ということでなんと HGUC の人気投票が決定しました。人気投票？なんだすかそれ。何のための投票か簡潔に説明すると。おそらくですが現在、転売ヤーなどのせいで欲しいガンプラが手に入りにくいことや、再販できるガンプラにも限りがあるので、みんなが欲しいガンプラを投票という形で質問をして、みんなが本当に必要としているものを聞いている、そのような企画で、ガンプラユーザーにとっても大変ありがたい企画であります。おお素晴らしい、まるでバンダイの経営理念が形となったようだ。じゃあ、まず具体的な投票の概要を教えてくれるかな。よい、投票開始は5月15日月曜12時から投票開始で、5月26日金曜17時までの投票となっています。今日から開催なのか。その通り、注釈として投票はお一人様2票2種類まで可能で、投票対象は一般店頭販売。つまりプレバンなどの製品は含まれないとのことです。この注釈で一番重要なのがこの部分で、投票で1位で選ばれた品は、発表と同時に一般店舗で販売する予定であり一番すごいのは、ガンダムベースでの販売ではなんとパッケージデザインを変更するらしいです。つまりスペシャルアートということか？ならなおさらすごいのぜ。ただし注意が必要なのが、この投票をするにはプレミアムバンダイの会員登録が必要なことです。投票する方は気をつけてください。それで、どんなラインラップが投票対象なのぜ？はい、というわけで見ていきましょう。このようなラインラップになっていて、この通り、リバイブ化されていてなかなか再販されない商品も入っています。おお、これはありがたいのぜ。ここから垂れ流します。このようなラインナップになっていてざっと200種類以上あります。200かガンプラの歴史を感じるな。皆さんは何に投票するか決まりましたか？多すぎて悩むのぜ。私投稿者は、キャプラントリックディアスにするつもりです。なら私は、デンドロビウムとネオジオングにするのぜ。デカすぎんだろ。ともあれ人気投票は今日からなので、皆さんもぜひ好きな機体を投票してくださいね。もし決まってなかったりするのだったら、私の欲しい機体に投票してくださいね。個人的にはなかなか再販されないものに投票することをお勧めするのぜ。今回はこの辺でお開きにしたいと思います。それではご視聴、ありがとうございました。